チャオスダボボルタでーす。本日はだいぶお久しぶりの妄想がイエーイイエーイということで、本日はお久しぶりのモンスト動画となりますけれども、まあ結構ね、私実を言うと、慣れておりまして、だいぶコランコラボぐらいからかな、ちょっともうそれが終わったぐらいからかな、ちょっと飽き始めて、ちょっと一時離れておりましたけれども、まあさすがにこちらのね、もう絶賛開催中でございますけれども、ワンピースコラボが来てるということで、それはさすがに復帰するでしょうということで、結構やっております。はい、ということで、石の方を200個ほど貯めてまいりましたので、もちろん、こちらを行かさせていきましょう。ちょっとミッドナイトパーティーが来ておりますけれども、ワンピース、フェルムレッド。これ映画のやつとのコラボかな？で、ワンピースと初めてコラボっちゅうことで、今回は引かさせていただこうかなと思っております。私まだ全く引いておりません。もうね、ガチャが実装されてからだいぶ経っておりますけれども。で、星3はいい感じにも溜まってる状態なんで、すぐ来ちゃいます。で、狙いはもうルフィ一択で。ルフィが当たれば他は最悪いいかなって感じですね。ではまず、この特玉の方から引かさせていただこうかなと思いますよ。ポチッと。3連ガチャ、OK 久々のモンスト動画ということで、だいぶなんか若干忘れかけておりますけれどもガチャボタン押すのですがちょっと手こずるというね、パッチリなし。あとこれコラボ確定演出あるみたいですね。こうなんか To be continue かなんか出るんでしょ。おさあ、ここで止まってもええやで。星4号まだ当たってないから何一つ。でもここでいきなりルフィでも関係ない。星5、6じゃないかな、これは。だよね。かのはい、オッケー。フランキー、こっちから。フランキーありがとう、ありがとう。フランキー、ナイスよ。オッケー、止まること大事。オッケー、ジンベイさんね。はい、ジンベイさん、ありがとうございます。魚人からでのジンベイさんでございますよ。これ、グロリオサじゃね？ガリーナ、全然知らなかったです。とりあえず星4号は1体ずつは確保できましたかね。で、こっちかな。私は上。上を引こうかなと思って、ルフィのチョアップが来るまで待っておりました。40年引きますので、がっつり全部引いていきたいと思います。でいきなり、もう星玉溜まるかもしれません。もしかしたら最初で買い引きしちゃって溜まらないかもしれないですけれども、できればコラボ確定演出、来てほしいです。お願いします。ポチッ。確定。なし。コラボ確定演出を引きたいですね。これだったら。パッチリはなし。弾いて。最後に確かなんか出るんだったよね、コラボ確定演出。うわぁ、なんもないか。爆死だけは避けたいけどな。久々の復帰動画ということで、完璧を見せたい。とりあえず止まれ。あーん、なんか関係ない星5、6出た。関係ない星5、6出た。今んところ2体出ますけれども。はい、ラス。まだ止まれ。オッケー。まだウソップとブルックが出てないからね。はい、オッケー。さあ、あとブルックちゃんで一回止まっときたい。できれば。止まれ。いやー、くそ、ちょっとこれはまだわからんっすね。ブルックで止まる可能性があるので。しかも星玉が溜まってないと余計な星5、6出やがったから、もう、ざけ。まあ逆に神調整かな。かけこい。これでコラボ確定についてからの星玉キュピン。はい。これを狙えたらサイアンドコール。パッチリよ。なし。何も言わない。どっちだ？コラボ確定つこないか。ピッピは？ピッピもなし。止まれ。とりあえず止まってよ。オッケー。多分ブルックでしょう。多分。ああ、オッケー。こっから止まれば結構、幸先のいい。止まれ。まあ無理ですよね。ジンベエで杉割れた。ジンベエで杉割れた。キュピピ行こう。久々だ。もう久々だって言ってんじゃん。頼む。これで、できれば6分の1どれか。ルフィ、ゾロ、サンジ、ヤマト、サボ、エース。ルフィが一番欲しいけどね。コラボ確定に来い。
これシンゴに。これはなる。来た。これはルフィであってくれ。チョアップだから。これは確定です。来たー。これはルフィであってくれ。おーヤマト、まあまあまあ悪くはない悪くはない、嬉しいっす嬉しいっす。ヤマト今日チョアップなんでね、あの下の方で悪くはないっす。ありがとうございます、ありがとうございます、悪くはないっす。なんていうかね、コラボキャラ0対560対っていうのが一番ね最悪なパターンなんで、どうかな。でもまあ出ましたね、とあのー、ね、星玉ではございますけれども、連続できてもええー、ね、一応上で引いてるから下で引いてないのに、なんで下のチョアップ来てんのに上のルビーチョアップで来ないの。お、よし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 、連続確定率、連続確定率、これは熱い、これはもう絶対必ず出ます。ただあの発言ではないですね、ヤマトも出る可能性はありますね。でもチョアップだからルビー来てね、連続確定率は熱い。久々の復帰でこれは熱い展開ですね、いいですね。止まってお願い、止まってお願い、ヤマトだけは止まってほしい。電車来てからやむといけない、絶対。最後、おっ、止まった、よし、発言。ルフィ、来い。うわー、まあまあまあ、悪くはない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 。さ、あの、革命軍参謀総長、ね、メラメラの実、エースの一種をね、あの、つないだ、サブさんでございますよ。これも全然ありっす。いやー、でもできれば超アップだから、ルフィ期待したんだけどなー。なかなかルフィさんは出ないっちゅうことで。まあでもサブもいいでしょう。なんで上引いとんのに下のやつの方が当たっとんねんみたいな。ヤマトというサブといい。まあありがたいっすけどね。サラス10でございます。いやー、これはちょっともう確定つけないかな。出なくて。3連続確定。来ちゃっと、あやで。パッチリなし。普通で。うわー、最後爆死の予感。最後にルフィ来てくれたらもう万々歳ですけれど、止まって、爆死かな、止まらない、クーって感じですね、クーって感じですね。ヤマトとサボが出たっちゅう感じですかね。ざっとおさらいしましょう。ジンベエが60で、フランキーか、フランキーが50で、ヤマトとサボが出て、あー、ウソップとブルックはちょうど3-3で出たっぽいっすね。なんで上引いたのに下の方が出まくるなよみたいな、結構調子良かったけど確定数2回目来ましたが、まあでも言うてコラボキャラは出ておりますので、まあできればあとまだ日にちがちょっと短いでございますけれども、ルフィさんはちょっと欲しいかな。モンキーディルフィアやっぱね、ワンピースのメインキャラでございますから欲しいかなちゅうことはありますけれどもね。ヤマトもね、新しくワノ国からね、ルフィの仲間に海賊団ね、なったということでね、ヤマトもね、いいではございますけども、サボもね、やっぱりルフィのね仲間でございますから、杯を交わした3兄弟でございますから、もう全然悪くはないんですけど、性能うぬかぬね関係なくですね、そのあの俺ね、アニメそんな見ないですけど、あのある程度詳しくのは詳しいので、あのガキの頃結構見てたからさ。いやー残念ですね。あのできればルフィが最悪、まあまあまあ出なくてもいいかなぐらいの感覚で、あの打ったんで、まあ、ちょっと残念ではございますけど、また食べてきて、ぜひともルフィはあったいと思います。はい、ということで今回はこちらのワンピースフィルムレッドのコラボガチャの方を引かさせていただきましたということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイチャー。